はい、今日は以前、はい、パンツからネクタイをっていうどぎもを抜くようなねオーダーを作ってくださった、はい、職人山本さん紹介いたします。はい、山本です。よろしくお願いいたします。で今回はそれを受けての同じ方からの依頼なんですけど、はい、どういうね、何センどういうサイズのネクタイ作ってらっしゃるんですか。うん、今は、このお客様の感じだと152センチ、うん、で、台肩が 8.5、 小肩が一応 4.5 で製作を しようと思っております。うんうん、その感じだと今回前回はパンツでしたけど、はい、今回はあの生地でゆったりと取れそうなんですけど、はい、そうですね、うん、そもそもそのサイズを作るのにどのぐらいの生地が必要になってくるんでしょう。そうですね、こちらの生地はだいたい100幅が108ぐらいなんですが、まあ一般的な生地であれば140とかあるものであれば、50センチから60センチあると、2枚剥ぎもしくは3枚剥ぎで作ることが可能だと思います。ネクタイってそもそもこれ 8.5 センチなのに、はいはい、なんで60センチもいるんですか。やはりネクタイは長さが必要ですし、あとここで縛るっていうのもあるので、必ず正媒といって地の目がこのようにまっすぐに通ってるんですが、これだととても伸びないです。地の目が通ってる感じだと伸びないです。なんですがそれを斜めにすることによって伸縮がこれだけ伸びるので、その伸びる分の距離が必要ということになります。なので長さが必要。このようにネクタイをこのようにはカットすることはできない。そうすると首を締まってしまうので、うん。じゃあネクタイ作りのポイントは、そうです。正媒で取る。そうです。必ず正媒。斜めというこの斜めに取る。はい。斜めになって、これが逆にこうこのように。45度じゃなくこういう感じになるとねじれが生じてしまうので、必ずこのまっすぐ出来上がりがこのような感じになってくるイメージ。なるほど。でこれは正媒なのでその長さが必要、最低でも、50から60必要ということになります。なるほど、はい、ということで、完成しました。はい、こちらのネクタイです。いい感じですね。綺麗な、ねね、ベリー系の、うん、グレーのスーツに、グレーのスーツに合わせられたいっておっしゃってたので、いいアクセントになると思います。思われますよ ね、はい、なんかね、思った以上の雰囲気が良くて、ね、山本さんの会心作ですか。会心作です。はい、まあ、腕を見込んでそういうことですね。今回は腕を見込んでということで生地をご用意して、うん、お好きな
生地から選んでもらって、うん、ネクタイをオーダーしていただいたというような感じですね。なるほど、はい、いや最高の出来上がりでしょうかね。はい、そう思います。はい、だいたいおいくらぐらいで。こちらでネクタイの製作は2万円から2万円から、はい、じゃ生地を持ち込んでいただいて、あ、そうですね、はい、2万円で完成しますと。せいでございます。なるほど。普通のそのスーツの生地とかですね、はい、そういうもので全然作れますので、オーダーされた残りとか、 それはすごいいいアイデアだと思うんですよ ね。通常そのスーツ作るのに、まあ、3.2 メーターぐらいかかるとして、で60センチぐらい、はい、プラスしていただければ、トモヌノのネクタイができると。そういうことですね、はい、ということできますので、はい、そんなのも含めまして、サルトでやってます。それではまたお会いしましょう。